とっておき高松のコーナーです。このコーナーでは高松市の取り組みやイベント、子育てに関する情報など暮らしに役立つ情報をお伝えします。今回は今年で開館30周年を迎えた菊池館記念館で新たに導入したポケット学芸員について紹介してもらいます。スタジオには菊池館記念館の国木田さんにお越しいただきました。国木田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回導入したポケット学芸員とはどのようなサービスなんですか？はい、菊池館記念館では郷土が生んだ偉大な文化人菊池館の功績などを紹介しており、館内には菊池館の生前の写真や直筆の原稿、それから数多くの遺品を展示しております。スマートフォンを使ってこれらの展示をより詳しく楽しんでいただくことができるのがポケット学芸員なんです。はい、スマートフォンを使って菊池館記念館を楽しめるなんて新しいですね。そうですね。はい、ポケット学芸員を利用するとどのように展示を楽しめるんですか？はい、こちらのアプリをご利用いただき、記念館の展示資料に記載されている番号を入力いただきますと、その展示品のより詳細な解説を見ていただけます。また館内には展示されていない貴重な資料もポケット学芸員で見ることができます。先ほどのように菊池館の生花の写真ですとか、八島を訪れた菊池館の貴重な写真もご覧いただくことができますし、こちらは菊池館が高松で過ごしていた時代を回想したノートになります。このノートの内容もすべて読むことができ、菊池館のことをより深く知っていただけるかと思います。はい、菊池館にまつわる貴重な資料をアプリを通して見られるなんて面白そうです ね。アプリはどのように取得すればいいですか？ポケット学芸員はお持ちのスマートフォンから無料でダウンロードしていただけます。こちらのアプリ、菊池館記念館のものは施設外でも利用が可能になっております。菊池館について調べたい、夏休みなので子どもさんの自由研究なんかにも役立てていただけたらと思います。はい、ぜひ皆さんもこのポケット学芸員を使って郷土の文豪菊池館を楽しんでみてください。国木田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。